ね、でもちっちゃいラボでも今の技術だったらそういうのできるんじゃないかなと思いっや、て、確かに。はい、今もう YouTuber とか、その別に TikToker でもいいんですけど、ああいう SNS で動画を上げる人が鬼のように出てきてて、で、まあ、あの人たちの活動は、あの人たちの活動で、まあ、そのいろんなタイプがあって、まあ、よろしいと。で、それをサポートする技術っていうのもすごく発展してきてて、自撮り用のなんかとか、こういうのとか、それ使って自分たちの研究活動を、その情報漏洩しないようなうまい形で、やっていけば、その発見した時とか、事後的に、こうやったんだよとか、実験の手法も、そのビデオプロトコルとかを作ってくれる会社さんとか、あるじゃないですか。で、あそこに頼まなくても、簡単なのだったら自分で作れるだろうなっていうのは思っていて、で、何かいろいろある機会に、こういう映像に収めて、自分で編集してみようっていうのをずっとやってるんですよ。なんで、はい。それで、その、いいこう、ね、だから YouTube とかもめっちゃ、はい。いろいろ前に飛んでますよね。あれはそうです。勝手ジュース飲んでるやつとか、はい。かと思えば、講義やってるやつとか、かと思えば、台湾語で講義やってるやつとか、中国語で講義やりました。いろいろはパターンい。があるな。今、ロシア語版も作ってるんですけれども、そうなんです。で、登録者数が175人とかそんなんなんですけど、でもそこは全然見てなくて、もちろん登録者数増えればいいんですけど、一通りやっていく中で、映像制作やって、てる人たちの技術を全部一回真似てやってみようなをやってるんですよね。それで、はめちゃめちゃ分かります。僕も通ってきた道じゃないと言えないので、なんかめちゃめちゃ急ぐのでなければ、それこそなんか NPO 関係とか、なんかこう海外の、その輸入とかもそうですけど、できるだけ自分で一回やってみようみたそういな。です。はい。実験と同じで、再現実験をやってみるとか、よくコントロールはこれだよ。じゃあ、これに似せてやってみるというのと同じように、映像制作やってる人たちの、映像制作っていうか、テレビの時代だったらテレビは見れないですよね。中で何をやってるかっていう。で、今、YouTube に動画を上げてる映像制作やってる人たちは、今日はこの技術をお教えしましょうって言って、全部教えてくれるから、あれを一回全部真似てみるっていうのをやっていて、で、ジュースを今、それの、こそあれですもんね、TikToker とかも、裏側を見せてからその完成動画が結構バズってるじゃないですか。で、あれを見て、あ、こういう風に撮るんだとか、こういう技術がいるんだとか、色ってこういう風に修正するんだっていうのをやると。で、ただそれのためだけに何もアウトプットを出して他の人に見てもらわないんだと、あんまり、自分としてもモチベーションが上がらないんで、もう、すっごくしょうもない映像でもいいから、はい、台湾の人たち、なんか日頃飲んでる飲み物飲んでみようか、はい、飲んでみた、よし、飲んだ。で、これを逆光で撮ってる場合とか、この角度のカメラを使った場合を一通りやってみて、違うカメラで撮った場合の色をどうやって合わすかを、自分なりにこう、他の人の動画参考しながらやるっていう、もう、で、自分の中でノルマは1週間に絶対1個動画を作るを1年やってきたんですよね。で、まあ、1年でこれぐらいできるんだっていうのはね、自分にとって非常にいい感じだったんです。確かに。いや、そうですよね。なんでそれ。というか、経済性っていうと、まあ、直接お金じゃないですけど、時間という意味での経済性が、これはいいんだろうなと。よくあるマッチングの問題ってあるじゃないですか。例えばプラスチック製品を売りに行く営業さんとかもいると思うんですよね。よく、で、ここの台湾のその今の研究室にも来るんですけど、で、必ず自分たちが使わないものをすごく勧めに来るんですよ。すっごく勧めに来るんで、で、うちはタンパク質と細胞はやりませんって何度言っても、うちで新しいタンパク質の分析機械がとか、絶対来るから、うちの研究室の大体の研究内容とか、なんとなくイメージビデオとか、プロモーションビデオっぽいやつというか、なんか映像は、ここで見ていただけるんで、こういうことやってる人間におすすめな何かを探して持ってきてくださいって言っどうですて、ね。帰っていただくっていう。まあ、なんていうか、あと、実家に帰った、助手さんとか自分とかが、
あんた研究って何やってんのって聞かれた時に、なんか知り合いのおじちゃんに全部説明すんのうざいってなるんで、こんなことやってんだよおじさんってスマホを渡してその場から去れっていうね。そういうのに、もちろんそのコミュニケーションってね、そういうその一方的に動画を渡されて、ほらこれ見とけじゃなくて、こう会話の中で楽しんでいくもんなんだけども、やっぱりその自分も疲れてる時があるんで、その時はもうこの Q コード、例えばこういう QR コード化しといて、もうこの QR コードスキャンして、もうちょっともうそれ見といてよっていう、そのために今取りためてってる感じですね。なんでこれは。